こんにちは、ブレイクスルアカデミー代表の安藤正治です。昨日から東京リベンジャーズを見始めました。で、現在7話目ぐらいまで見てるんですけど、あのアニメを見てるとやっぱりなんかこう過去をどうやって変えるかっていうのはすごく勉強になるなと思いました。で、過去を変えたいっていう人は物理的にタイムリープをすることはできないので、もちろんなので、何をするかっていうと今を受け入れるしかない。未来が不安な人っていうのは今が不安だから未来が不安に見えてしまってるんで、今を受け入れることで未来も変わるし過去も変わるって話なんですよね。で、例えば大リーグに行ったダルビッシュ有さんも、なんか自分は神様によってリトライさせてもらってるんだから、そのために一生懸命ね、自分のできることをやるんだっていうふうにおっしゃられてたみたいに、これはもう完全に自分のこう生きる時の価値観によるんですけど、例えば今回みたいにアニメなので、漫画なので、過去にね、12年前にタイムリープして、いろいろ影響を与えて戻ってくることができるんですけど、私たちができることっていうのは、過去の解釈を変えることだけなんですよね。例えば私たちの持ってる脳っていうのは、現在も過去も未来もそういう時間軸ってものが存在しないので、それを超越した考え方ができるようになっています。なので過去を変えようと思ったら、今を受け入れるしかない。そしてパラレルワールドがあって、パラレルワールドの一つの分岐の中に私たちが生きてて、でその現在生きている今この瞬間というのが私たちが今までやってきたことの結果なんですけど、それが最高の結果であることをまず受け入れない限り、別の可能性に目がいかないんですよね。じゃあ今が最高だけれども、もっと最高な別の分岐した未来にたどり着きたいと思ったら、今のやってる行動を変えるしかないので、以前脳の中にある2つの回路の話をしましたが、感情に飲まれていると思考が働かないので不安に飲まれたりとかするんですけど、要は思考によって私たちはいくらでも好きなように考えることができるようになっているので、例えば今の自分を受け入れれば、もっと言うと自分の今置かれた状況を 100% 受け入れることができれば、過去の今まで刺さっていたものっていうのが全部意味を変えてくれるんですよね。で、その意味の変わった過去を見ると、今現在の見方がまた変わってくるし、そうすると未来を変えるためには今いくらでも変えることができるんだってことにも気づけるので、結果今この瞬間を受け入れることが私たちに求められていることです。で、今起きていることは今の私たちにとって起こるべき最高のことが起きているんだっていう確信があると、過去の解釈が一気に変わっていくので、そのオセロをひっくり返すぐらいにね、勢いで変わっていくので、その東京リベンジャーズを見ててね、なんかその不思議な世界観ではありますよね。行った先の過去でいろいろ影響を与えて帰ってきてるのに、戻ってきた先で直人くんも何も影響を受けていないと。で、情報を拾っていくと、どうやら過去を変えたから未来が変わってるらしいってことをそこで初めて気づくみたいな。だから本来だったらバックトゥーザフューチャーみたいに過去に影響を与えたら、影響を受けた未来が戻ってくる先にあるはずなんだけども、なんかこう、タケミッチがどんなに影響を与えても直人くん自身は戻ってくる前と何ら変わらないという世界観なので、まあなんかこう変わってる要素と変わってない要素が混在した未来、そのパラレルワールドが要はごっちゃになった世界に生きてるのかなっていう。だからそれは量子もつれみたいな形、一度ね絡み合った量子っていうのは二つに分かれてもどんな距離を持っても月と地球とぐらい離れていても一瞬でその関係性を認識し合うみたいに、なんかそういう難しい話もちょっとなんか絡んでるのかな。で、シュレディンガーの猫のところでもご紹介したみたいにパラレルワールドっていうのはどうも存在しているらしいと。で、少なくとも8人は私たちの分身っていうのが同時に存在していて、他の世界を生きてる。だからその他の世界っていうのが同じ地球上なのか、例えば5次元世界の別の3次元膜のどっか別の次元の地球なのかわからないですけど、なんかそういう風に私たちっていうのは分身が8人ぐらいいて、まあドッペルゲンガーの話とはまた別なんですけど、だからその過去を変えるためには今を変えるしかないし、今を変えるっていうのはどういうことかっていうと、今置かれている状況が 100% 自分にとって適している最高の今があるっていう風に受け入れることなんですよね。で、これはなかなか感情が絡むと難しい話になってくるんで、すぐにできることじゃないかもしれないけれど、もう今を受け入れることが 100% できた瞬間に全て見え方が変わります。過去も含めて未来も含めて全て変わりますので、そうすると自信っていうものがどういうものかっていうのも分かってくるし、全てがですねひっくり返って見えてくるんで、もしよかったら今回の東京リベンジャーズ、まあ見ても見なくてもいいんですけど、東京リベンジャーズ見てるとね、過去に戻ったりする感覚が30代40代の方たちには刺さるのかなと思っていて、あの時ああしてればよかった、こうしてればよかったっていうことを今できないってことはないんですよね。だから過去できなかったことを今やるっていうのが今を受け入れる一つの方法だったりもするので、今回いろいろごちゃごちゃ話してしまいましたが、何かこう参考になるところがあれば嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。